皆さんこんにちは、モナミです。この4月から公立学校の先生になったモナミでございます。公務員でございますが、なんと初任給が出たと聞きつけましたので、今日は私の初任給を公開したいと思います。ちょっとゴミ箱落ちてますね。これいらない。これは都の給料明細のやつなんですけど、こんなやつ受け取ったことないから、なんか開け方が分かんなくて、なんか全く関係のないとこからこう開けようとしたりしてたんですけど、まあ、無事給料明細を確認することはできます。もう私は見ちゃってますけれど、はい、これをデデデデデデーン、イエーイ、記念すべき給料明細これだ。じゃあじっくり見ていきます。こんなの見るのあれですね、私の健康診断の結果以来ですかね。こういう風に一緒になんか見るのね、なんかよくわかんないですけど、とりあえずこのね、給料って書いてあるのが給料で、地域手当って書いてあるのがよくわかんない。で、その下の2610円は義務教育など教員特別手当って書いてある。よくわかんない。で、給料の合計が254,082円。そう、なんかね、まだね、交通費出てないんですよ。交通費、交通費いつくれんのって。5月かな。もう何万円分もね、お金払ってるので、定期買ってるから早く欲しいんですけど、交通費。まあいいや。で、この太線から下はお金引かれるやつですかね。所得税と、厚生年金、年金、退職等年金とか、何それ。退職金でもらえるのそれ。わかんない。で、あと短期、健保って書いてある。健康保険のこと ?11,310円。短期事業団掛け金って何 ?B 控除経営って何 ?43,197円。あ、でもこれはあれかな、この43,197円は、これの、この引かれるお金の合計じゃない。で、この下の方に何か書いてあるけど、よくわからんのじゃ、これも。C とか A、B、C、D とかよくわかんない。C、差し引き支給額。まあ、支給額って書いてあるから、これが支給額なんですかね。あ、E、口座振込額って書いてある。で、これが口座に振り込まれたお金ってことだ。21,885円。とりあえず、見たけど、よくわからない。うん、わからないけど、わかる人にはわかると。で、合計21,885円ということでございます。私は来年の4月にはなるべくね、早くて4月に留学したいなと思ってるんですけれど、早くて4月ですよ、早くて。で、そこまでに留学先でも仕事を探してお金をね、貯めようと思っていて、まあ向こうでの生活費はなるべく向こうでのバイトでどうにかしたいと思ってるんですけれど、200万円くらいはあった方がいいかなと思ってるんですね、最初に。なので留学する前に、私はこの1年で200万円をね、実家暮らしでもありますから、頑張って200万貯めようと思います。200万貯めるとなると、月どんくらい、12ヶ月あるでしょ。200万を12で割ると、わかんない、わかんない、誰かやってください。携帯とかね、毎月出ていくお金が、スマホの料金でしょ。あとは、あ、このカメラの分割料金でしょ。で、あと給食費も毎月出ていきますね。ほんで、あと給食費とは別に、なんか教員でなんかこう出し合って、なんかお昼ご飯がね、給食がない日で別で必要な時にお昼ご飯を調達したりとか、疲れた時にこうなんかみんなで差し上げをね、買うっていうのね、あるんですよ。みんなで買ってみんなで食べるみたいなね。で、そのお金を毎月なんかね、前もって集めてるんですよ。で、そのお金もあって毎月2万円近く出ていっちゃうんですよね、何もしなくても、その人たちだけで。だから自由に使えるお金は1万円に抑える。
ていうのが今年の目標でございます。自由に使えるお金は1万円以内、まあ今までと全然生活変わらないですけれど、とにかく金使わないように気をつけます。もうね私はね、緊急事態宣言とか関係なく飲みに行かないんで、全然その面でお金は出ていかないんですよ、全然出ていかない。お酒飲まないし、まず友達にもね、いますよ、友達なんかいるんですけど全然会わないんですよね。一人でへっちゃらなので、全然友達と会おうとあんまりしないんですよね、なんか LINE とかでつながってるから、地球上でみんな一緒に生きてると思ってるから、別に会わなくても平気なんですよね。まあ会ったら楽しいので会いたいは会いたいんですけど、職場で働いてて先生たちもなんか飲み行きたいねとか言ってたりするんですけれど、それを聞いた時は胸なで下ろしてますよ。はあ、緊急事態宣言よかったと思って。私酒飲まないんで、なんか飲みに行くとか言われても全無理、アウェイ、ただ絶対アウェイだし、なんか飲みにね、目上の人と飲みに行って気使うの嫌だし、であとなんか化粧品とかもね、なくなるってなったら本当に買ったらすごい高いじゃないですか。洗顔で1000円とかさ、マジで月平均1万って簡単なようでちょっと実家暮らしでも難しいかな。フランス暮らしのためです。目指すはフランス留学、なるべくお金を使わずに頑張りたいと思います。ではでは皆さん、本日はごきげんよう。ありがとうございました。バイバイ。